サラの去就気になる。いや、サラは行かないです。もう断言します。あれ、ヨマーノ言います。もう。もう、行きません。本当？絶対に行かない。俺、行ったら本気で凹むもん。なんか。確かにね。うん。サラがこういう風に行くのは違うってってなる。今までの選手はちょっと、なんか、レベルが違う。昨シーズンからさ、うん、もう出ていきますよみたいな雰囲気が出てんなら、うんうんうん、まだわかるやん。うんうんうん。ケインとかさ。うんうんうん。そう。で、しかもまださ、開幕してなかったら、まだまだ、うん。開幕してて、こんだけスタメンで使われてて、それでもサウジに引っ張られるようなことはもうさすがにないと思いますよ。さすがにないと思うよね。でもなんか、うん、サウジ、まだあるんでしょ？移籍期間。そうだね。プレミア終わってからまだ2、3週間くらい空いてますね。どうすんだろうね。いや、ダメでしょ、マジで。サラリーの問題なんすかね。結局だってでもプレミアでもトップクラスでもろってますでしょ、サラ。ただ、桁違いますから、サウジは。だからね、さすがに根拠はないと思いますね。りょうさん、ケイン 90% 移籍しないって言ってたけど、ね。じゃあ言うわ、サラ 99.99% 移籍しないわ。いや、てか、いい、もう 100% でいいよ、もう。あえてね。あえて、それぐらい、てかもう、うん。またまたって感じ。てか、純粋に悲しいでしょ、サラがいなくなるのは。いや、それよね。だって、プレミアのビッグプレイヤーレベルじゃないじゃないですか。もうスタープレイヤーじゃないですか。それ、リバプールの歴史を変えた選手でも。だいたい表紙に、うん、毎年、サラーいるイメージだけど、うん、プレミアリーグの画像に、スカイとかが作ってる。うん、もうだって顔じゃないですか、うん。サラーより上な顔レベルで、リバプールで上選手いないじゃないですか。うん。まあね、まあさすがにサラーないと思いますよ。デブライネとかサラーとかハーランとかそのレベルだからさ、うん。ケインのバイエルンはまださ、バイエルンだしみたいなところと、うん、まあ散々言われてたっていうところ。